ウフラジ。初めての体験メールをご紹介します。はい、新潟県俺らの心のゆるどころゆずさんからいただきました。私の初めての体験は就職試験を受けたことです。おう。来年卒業を迎えるにあたって中学生の時に職場体験をした時からずっと行きたかった会社を選び就職試験を受けました。おう。自己 PR がとても苦手だったのでたくさん練習していったのですが、質問内容は思っていたより難しくとても緊張しました。そしてつい先日無事合格通知が届きました。おう、おめでとうございます。なにわ男子の皆さんは自己 PR を聞かれたらどんなことを話しますかということです。なるほどね。自己 PR ってなるとさ、むずいよね。高校受験の時とか、ね、俺ほぼほぼ面接で受かったみたいなとこあるもんな。それはそれでどうなんや。筆記じゃなくて。もうここで、もうこの学校で貢献する気しかありませんぐらいのメリット。すごいな。心意気がな。もうそこもあったあったあった。なるほどね。俺なんやろ。俺も面接あって、でも緊張したな。緊張したよな。俺もなんか何を言うかわからなかったから、聞かれたことに対してどれだけ早く返せるかっていうゲームを自分でやってた。瞬発力が語彙力とかじゃないの？でも瞬発力で。瞬発力の域。あ、すごい、こいつこんなすぐ返してくる。あ、こういう反応できんねや、みたいな。なんかバラエティ番組の収録一人だけしてるみたいな感じ。すごいね。その時は全然やったけどね。やっぱりさ、反射神経いるやんか。いる。ちょっと、緊張するよね。緊張する。みんな一緒におるしね。一人の時もあるけど、みんな一緒の面接もあるもんね。そうそう、なんか、いやでも合格通知が、ね。合格通知来た。もう合格したってことですよね。そうやろ、多分合格、それ合格通知来て、不合格でしたわ、やばいよ。いや、やばいよな。いや、そのさ、わかる？めっちゃ嫌なドッキリやん。合否が分からへん。ああ、そういうことね。っていうのが。でも大丈夫、ビッグマーク来てるから。合格したってことだ。合格したってこと。いや、おめでとうございます。ゆずさん、おめでとう。ありがとうございます。でも、これからもね、僕たちも喋っていきますから、人前で。そうね。これからも俺らを人前で喋っていきますから。喋っていきますから、これからも慣れていかないと。うん、そうですよ、はい。慣れていきましょう。お願いします。はい、それでは、行きましょう。こんばんは、なにわ男子の道枝俊介です。こんばんは、高橋恭平です。いつまでもうぶな気持ちを大切にリスナーさんに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。よいしょ。さあ、はいはいはい、始まりましたよ。え、この組み合わせ初めて、ね、道恭平でございます。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、7月にスタートしたなにわ男子の全国ツアー、11月3日と4日のね、横浜アリーナでの公演をもちまして無事、はい、完走いたしました。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当にね、皆さん来ていただいた皆さんありがとうございました。本当に。どうですか？なんか特にこう、このツアー期間でなんかここ印象に残ってるなみたいな、ある？でもツアーこういろんなとこ回らせてもらって、うん、やっぱこう、ケータリング出るじゃないですか。ああ、確かにね。やっぱお味噌汁が素晴らしく美味しいね。あ、味噌汁か。確かに、まあケータリングさ、そうそうそう、なんかご当地のさ、その食べ物とかさ、そうそうそう、いっぱい置いてくれてるね。いっぱい置いてくれてるわけじゃないですか。はい。けど恭平はそれも食べながらでも味噌汁がこう一番に来てたから、そう一番味噌汁めっちゃ飲んでた。そう、味噌汁のご当地大好きやからな。ご当地の味噌汁大好きや。そう、ご当地の味噌汁大好きやからね。いいや、味噌汁を、味噌汁マスターみたいな。そう、だから味噌汁マスター、味噌汁検定取りに行こう。あ、いいや、それな、あるんか知らんけど。あ、でもありそうじゃない。なんかこれ、汁をスッてやったらどこさんか分かる。あ、利き味噌汁ね。利き味噌汁、いや、すごいよそれ。すごいやろね。そう、車の免許持ってないけどこっちの免許取るわ、じゃあ俺。どっちも取っていただいて。お願いします。お願いします。いや本当にね、来れなかった皆さんも、はい、次こそね、僕たちも皆さんに会えるように頑張ってまいりますので、これからもなにわ男子をよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました、本当に皆さんね。はい、ということで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきます。はい、それではここで今日の1曲目でございます。11月16日発売、なにわ男子でハッピーサプライズ。お聴きいただいた曲はなにわ男子でハッピーサプライズでした。今日のメンバーは高橋恭平、道枝俊介、なにわ男子のウブラジ。ウブラジ伝言版。おう、なにわ男子の大橋和也と大西流星です。はい、スタジオにいるメンバーへの伝言なんですが、はいはいはい、なんと間もなくサッカーワールドカップカタール大会が開幕。そうですね。スポーツの秋なんて言いますが、
皆さん得意なスポーツ発表してください。お願いします。やっぱりね、めちゃくちゃ得意じゃなくてもいいんですよ。学校のね、体育の時間で活躍したとかでね、それぐらいのレベルで OK なのでね、皆さんぜひお願いします。お願いします。流星は何が得意やった？僕はね、球技で言うとバレーボール好きやったかも。あ、バレーボールね。バレーボール友達ともやってたし、こう学校の体育の授業とかでも結構活躍してましたね。今は？今は、でも東京に持ってきてるバレーボール。あ、そうなんや。やる相手おらへんから。俺やんで。マジできる、マジできる。そう、いいわ。なんで？はい、断られました。以上、大橋和也と大西流星でした。これいつもさ、最後さ、やってるやん。流星どう思う？めちゃうこれ。どう思うってなんない。いっちゃいよ。ほんだら。何じゃあ、いつも通り、扉に近い方、いらっしゃいますよね。そこの、あなた。そこのあなた。やっぱりね、一発芸とかね、かわいそうなよ。かわいそう。だから、自己 PR を、じゃあ3つ、考えて、ちょっと皆さんにお伝えください。お願いします。ここまでさ、ウブラジやってきて、急に自己 PR してください。自己 PR してください。恥ずかしい。頑張って。はい。え、来たやん。え、自己 PR ね。来たやん。ちょうどさっき話してたからね。タイムリーに来たね。まさかの。で、扉に近いのが、僕ですね。ですね。はい、僕ですね。まあ、それはまあ、おいおいやるとして。いや、でも面接官役、なんか、俺、やった方がいいよね。あ、マジ？やってくれんの？やるわ。頑張るわ、ちょっと。まあ。まあ、でもまずまあ、スポーツの秋やで、これ。あ、そうそう。まずスポーツ。ちゃんと、こっちみんなさ、なんかさ、毎回このコーナーさ、忘れてた、俺。そう。お題はちゃんとスポーツの秋、得意のスポーツ何やから。この、スポーツ聞いてんのにもう、なってるもん。わかった。何面接の中で聞くわ。もうさ、どう？もう、無茶ぶりが前なんよ。どうよ。扉入ってくるところからですか？はい。コンから行きましょう。はい。はい。では、次の方どうぞ。コン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 。うわ。おう。あ、おはようございます。失礼します。あ、どうぞお座りください。失礼します。あ、まず、お名前と生年月日をよろしくお願いします。高橋恭平です。2000年です。2月です。28日です。あ、ありがとうございます。お願いします。この、ウブラジ。はい。に出演するにあたりしまして、何かこう、はい、これからウブラジで、ウブラジをこう、どう盛り上げていきたいかとかっていうのはありますでしょうか？そうですね。ウブラジを僕は、世界一、宇宙一、いや、銀河一ですか？そうです。家族一にしたいです、ね。家族一に、はい。やっぱりもう家族ぐるみで、やっぱこう、上がっていきたいなと。ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。はい。あ、じゃあ家族ってことは、やっぱりこう、高橋さんの、はい、ご家庭は仲がよろしいということで。はい。仲がすごい円満な家族でございまして。まあ、そんな感じで、このウブラジという空間も、なんかこう、温めていきたいなと。なるほど。アットホームな感じ。家族、はい、本当に家族のような感じで。そうです。あ、ということは、やっぱりこう、スポーツとかもしたいんじゃないですか、一緒にこう。スポーツですか？スポーツとか、やっぱりこう、ね、もう、秋になってきて、まあ冬に近づいてきていますけども、やっぱり、はい、毎年ね、来るワードだと思うんです。はい。スポーツ大好きです。はい。見出しに出るワードなんですよ。はい。何かこう、得意なスポーツとかっていうのはあったりするんでしょうか？最近めちゃめちゃハマってます。おー！いいですね。めちゃめちゃハマってて。どんなスポーツにハマってらっしゃるんでしょうか？カルタです。カルタカルタです。やっぱこう、読まれた時にどれだけの瞬発力で、やっぱこう手で入っていくかっていう。いや、そこがやっぱ醍醐味ですよね。瞬発力の話しかしてないで、さっきから。やっぱりね、最近の僕のモットーは瞬発力なので。瞬発力。なるほどね。はい、じゃあ、最後に、ちょっと、自己 PR をよろしくお願いします。はい。私は、高橋恭平というものなんですけども、まあ僕はですね、3つですね。あ、3つですか。ごめんなさい。補足がちょっと足りてなかったです。あ、すいません。3つですね。それちゃんと言っていただいて。あ、失礼しました。すごい、こいつ。こいつすげえ。こいつ、肝座ってる。3つですか。三つです。はい、そうですね。僕は、すごい、ポジティブで、はい、何事にも前向きに考えれるタイプでございます。はい、そしてですね、やっぱりこう、なんていうんですか、結構こう、おバカさんなんですけども、はい、こう結構周りをこう、和ませる、ことが、できるというか、はい、まあなんか無意識でできちゃうタイプでございます。あ、そう。はい、考えるとでもダメになるので、なんかこう、ちょっとみんないじってねーって感じです。ああ、なるほど、なるほど。はい、あ、じゃあもう皆さんから愛されるような、はい。わかりました。そんな感じで。ということで、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい。あ、
こんな感じでいいんかな。どうだろう。新しいよね。新しいですけど ね。自己 PR 式にするっていう。ね。でもこれちょっとタイムリーやったから、さっきも話したから。ね、確かに。よかったよかった。確かに、ちなみに僕の、好きなスポーツはドッジボールです。怖い、おい、かわいい。以上です。はい。はい。はい、ということで、ここからは近況トークのお時間でございます。はい。今日は、高橋恭平くんから近況をよろしくお願いします。はい。そうですね、僕の近況はですね、もう話大丈夫ですか？どうぞ。ああ、どうぞ。いやいやなんで、話し始めて大丈夫ですかって聞かないでいただいてもよろしいですか？まあ、ちょっと面接官のちょっと名残が。ああ、なるほど。面接官じゃないですよ、あなた。俺ですから。ごめんです。どうぞ。そうですね、僕最近、この前、たまたま、ルービックキューブやりまして、おほわかりますか確かに。いろんな色が、そうそう、あれ、ぐわーって、四角にバーって並んでて、色を合わせていく、キューブ型の、ルービックキューブでございます。うんはい、キューブ型のルービックキューブ、ね。キューブ型のルービックキューブでいいやん、じゃあもう。なんでキューブ型っていうね。いや、ほら、四角いね。四角いやつね、はい。やつでございます。正方形のね。はい。はい、なんかそう、難しいやん、あれって。難しいよ。そう。と思って、俺なかなか手出しなかったんよ。うんうん。けどなんか最近なんかさ、いろんなこう、おしゃれなやつもあるやん。なんか光ってるやつやったりとかさ。ああ、そうなんや。ちょっとなんかほんまに尖ってたりだとか、うんうん、なんか可愛らしいやつだったりとか、うん、そう、なんかそれをパッと見かけて、この前なんか買ったんよ。うん。そう。でなんか俺は普通にオブジェとして置いとこうかなと思ってんけど、うん、暇やったからバーってやってたら、うん、何時間やったっけな ?2 時間ぐらいやって。おお、結構やってたんや。うん、そう、2時間ぐらいやったんよ。うん。無理やって。無理やったんかい。そう。ほんま一面、片面ぐらいがやっとほんまに揃うかぐらいやったから。ああ、半分ね。そう。で、動画見て、ルービックキューブ、揃え方みたいな。うん。で、後日。1時間ぐらいやって、うん。無理やった。無理やったんかい。で、無理のままテレビの横に飾ってる。何やねん、それ。っていう、気ままな、暇な、一日の、感想。何気ない日常ね。そう、何気ない日常の感想でした。はい。ありがとうございます。なんか、揃えたんかと思ったら無理やったんやな。そのまま。そうやで、なんかさ、ほんま、関西人やからってなんかおもろい締め方してやとか、なんかこうね、思ってる人いるかもしんないですけど。すげえ不満出てきたやん。すげえ愚痴出てきたやん。俺は無理やから。たまには、こういう、和んだのいいよ。強兵らしさよね。そう、没頭すると長いんよ。確かに、なんかゲームでもさ、そう。没頭するとさ、ずっとやっててさ、そう。いつの間にか、なんかレベル高くなってたりするよ。そう、もうずっと入っちゃうから、もうだから隣に呼びかけられても気づかんレベルよね。だから。すごいね。そう、ほんまに集中できちゃうから。うん、でも飽きると、もうポイってなっちゃうよ。ああね。そう、極端やから。もう飽きた、呼びかけ。飽きた。早い早いいや、まあ、なんか、そう。ね。はっきりしてるというか、ね。そう。で、またほんでハマると触っちゃうの。ああ、その繰り返し。確かに、まあ、波が来るからね。そう。それはいい ところですけどもね。そういうことでございます。いいですね。皆さんもルービックキューブやってみてください。ルービックキューブ。はい。ということで番組はまだまだ続きます。なにわ男子のオブラジ。今日のメンバーは、道枝駿佑、高橋恭平。なにわ男子のオブラジ。なにわ男子の道枝駿佑です。高橋恭平です。なにわ男子のうぶラジオをお送りしています。メールを紹介していきましょう。はい。栃木県ラジオネーム、名前がラウールと似てる JK。そうなんや。めっちゃ気になるわ。似ているとかかな。なんだ別に、ラウールと似てるから名前は似ているじゃないで別に。ごめんなさい、失礼しました。失礼しました。本当に、申し訳ないです。ごめんなさい。はい、私は。よう始めるかな、なんか。よう無理やり始めれたな今自分でなんかなすごい爆弾放っといて似ているかなもう投げっぱなし投げっぱなしもう似ているはもう拾わんでそうもういいんやそうじゃあいいわもういい大丈夫いいよじゃあいいよ私は演劇部に所属していて部長をやっています10月にブロック大会がありましたが県大会に進むことができませんでしたまた学校内で披露する場があるので大会でのことを気をつけながら頑張りたいと思っています、皆さんはドラマや映画など演技のお仕事を多くされていると思いますが自分はここを気をつけながら演じてるっていうことはありますかアドバイスくださいそれはほらもうどうですか俺はそうですねやっぱりね3月にはね主演映画が公開するから恭平もちぎらくんがねどうですかでもそうですねなんかね、それこそまあちぎらくんで言うと、うんもともとのキャラと
その、その、ちぎらのキャラと俺のキャラが被るとこもあったので、うんうん、その、だからほんまにもう、いかに、ままいけるかっていうのを。ああ、なるほどね。そう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 。そうかそうか。なんか自分の要素もプラスしながらこう。そう、プラスしながらって感じで、あとはなんかこう、芝居がうんぬんってまだ俺もちゃんとわからんから、うん、なんかほんまになんかその、場の空気感というか、共演者との、さんとのちょっと関わりも接し方もちゃんとしたら、なんかこう、芝居にも出てくるんかなっていう。いや、それ大事ですよね。大事よな。大事やな。そう、僕話しといて、やっぱ話さずの俺芝居って俺絶対無理やから。ああ、確かにね。そう、緊張しちゃってより無理やから。確かに、それは大事ですね。大事ですね。いや、それはもうミッチーさんじゃない。いや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 、俺がその、ミッチーさんのアドバイスした方がいいんじゃないですか、やっぱり。いや、俺もね、やっぱり考えすぎるとダメなタイプなので、うんうんうん、あまり考えすぎず、日常会話の中のお芝居もあるわけで、うんうんうん、確かに。何が相手からどんなボールが来るかもわからないし、どんな言葉が返ってくるとか、うんうんうん、その自分でも意図してないものを、こう、出すっていうことやから、うんうん、それが難しいですけど、だからとりあえずこう、僕はその平成ジャンプの山田涼介くんに言っていただいたのは、とりあえずやってみよう精神で、やってみたら案外うまくいくこともあるからっていうので、言っていただいたことがあって、アドバイスを。それはすごい、印象に残ってますし、僕もそのゼロの状態というか、あまり考えすぎず飛び込んでいく方法もあるんだなっていうのを、が分かった瞬間でもあったので、僕は考えすぎずやらせていただいてますね。なんか当たって砕けるもいいですよね。当たって砕けるも時にはね、ね、必要ですから。考えるのもいいですけど。はい、考えるのも大事ですけど。考えすぎない。考えすぎてね、頭固くなるぐらいだったら。そう、固くなって石ころみたいになっちゃうよって。あらら、コロコロコロって。はい。はい。ちょ、待って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 、投げっぱなしにすんだって俺の。いや、別に一緒やん。これだから俺もだから一緒に行ったってんやん。ニテールのとこに。ニテールと。ニテールが一人やったら寂しいやろ。寂しいよ。そこに石ころもコロコロしといてん。うん、いらない。似てるの横に俺もだから石ころ置いといてあげて。置いて、あかん、なんかもうすぐどっか行きそうやん。まあまあまあ、でも本当にね、僕たちのアドバイスが参考になったか分かりませんけども、ぜひ、参考にできる部分はしていただいたらいいかなと思います。はい。はい。ということで、続いてはこちらのコーナーです。ポジティブ、トップ俺らの心の拠り所たちのポジティブな個人的なランキングトップ3を、なにわ男子の前向きソング、グッデーに乗せて紹介していきます。はい、はい、行きましょう。お願いします。さあ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 、じゃあ早速、トップ3読ませていただきます。はい、栃木県、心の拠り所ネームはメロメトロノームさんからいただきました。メロメトロノーム、その特技まだ言ってるんだ。ん？でも逆に王道ど真ん中で好き、トップ3。おお。第3位、人間観察。2位、体が柔らかい。おお。1位、手押し相撲で負けたことない。なるほどね。これさ、待って、まあまあ確かにすごい、かっこれさ、毎回思うんだけどさ、すっごい角度からのポジティブよね。ん？ 3位がなんて？ 3 位人間観察。2位は？いや、体が柔らかい。1位は手押し相撲でも全部大橋風やないか。大橋くん全部それ。全部大橋くん当てはまんな。うん。大橋くんが送ってきたんじゃん。そんなことある？ポジティブカンパニーの社長やからで、そんなことある？これだとポジティブやしさ。うん。そんなことある？これポジティブにかわからんけどね。まだその特技やってるんだけど、王道で好きなランキングやろ？うん。これポジティブなんか？ポジティブ、まあまあまあ、いや、こういうの多いんよ。前回もこんなんやったやん、ポジティブ。そうそうそう。ゆるない、割と。まあ、手押し相撲はね、俺もね、負けたことないよ。鈴鹿さん。私が好きな塩辛の組み合わせランキングトップ3。第3位、イカの塩辛と炭酸。第2位、イカの塩辛とブルーベリーヨーグルト。第1位、イカの塩辛とバニラアイス。これ、ポジティブって言うん？普通にさ、組み合わせ言ってるだけじゃない？好きな組み合わせのランキング。え、何？え、炭酸って炭酸水ってこと？ってことでしょ？ええー。確かにそれはわかんねんけど。あ、そうなんや。塩辛とブルーベリーヨーグルト。確かにね。え、ある？食べたことない。ないな。ないんかいな。なんで確かにね。なんか確かに適当すぎるやろ。いや、でもなんかすごいな。ブルーベリー。で、第1位が塩辛とバニラアイスやって。え、合うんや。あ、でもなんか甘じょっぱいみたいな感じだな。まあまあ確かに。塩っけと甘い。塩っけと甘いので。なんか化学反応大きいんじゃない？なるほどね。でも試したことはないな。試したことないけど。いやでもさ、こうやってお便りに送ってくれるってことは。確かに、ね。俺たちもやってみないと。
って感じじゃない。確かに、まあ、やってみたいですけど ね、 なんかできる企画とかねあればいいですけどね。企画なんややれんやプライベートで企画でやる企画でやんねや仕事にするんや仕事に全部仕事にするからでもやってみたいですね。ね、続きましては、兵庫県の、よりどころネーム金メッキの豆腐さんからいただきました、はい、かっこいいひらがなランキング、はい、第3位そ、2位ぬ、1位ごははやな、ほんまにこれポジティブ関係ないやん。いや、ええねんけどさ、どう見てこれをこの3つかっこいいと思ったん？え、そ、ぬ、一回書いてみる？そ、ぬ、そ、ぼ。ぼって和音のぼ？ぼ、うん。うかっこいいわ。かっこええんかい？かっこええんかい？かっこええわ。びっくりした今。かっこええな。かっこいいんや。ぼを書いた瞬間なんか決まったもんね。しまった。こう、キュッてきたもん。キュッてきた。もう、すごい。これやってもう決まってた。ぼ、だってもう確かにな、待って。ぼってさ、ひらがなの50音の一番最後やん。んな最後は。あ、そっか。んがおったか。まあまあまあ、最後から2番目や。うん。でも最後から2番目って大事やね。やっぱこう、あの、最後を支えるというか、鳥を、鳥の前にやっぱこう、渡すっていう。うんうんうん。やっぱこう、大事じゃん。あの、鳥、あの、こう、締めに、前にちゃんといいパスを出すか。うん。やっぱトークでもそうやん。トークでもそうやな。締めの人にどれだけいいパスを渡せるか。うん。それを王が担ってるわけやからね。なるほどね。そう。だから今その書いたら、それを俺は感じ取った。ああ、ものは言いようやな。何が、なんかすっげえなんかすげえ上からでまとめられた。ものはいい。いやでも大事ですからね。棒が。棒いい文字だと思いますよ、僕は。いや、今この人適当に言ってます。おうおう、やめろ。絶対思ってません。やめろ、やめろ。やめろ、言うな。はい、続いて、神奈川県ラジオネーム、笑い方バッファロー。はい。さん。はい。合唱コンクールの課題曲の歌詞の中にありがちなフレーズランキング。第3位、歩き出し。第2位、未来目指し。第1位、勇気抱き。おい、全部見てるぞ。見てんねん。だし。歩き出し、未来目指し、勇気抱き。もうなんか、ノリ一緒やねん。なんかラップみたいで、歩き出し、未来目指し、勇気抱き。ありそう。ありそうや。確かにあるもんね、このフレーズは。みんなで歌ってる、歌ってそうやもん、そのフレーズ。うん、勇気とか未来とか。うん、なんかその歌詞だけで音楽室見えてきたもんな。ああ。想像できる。すごいね。想像できる。あの、なんか、だんだん下からこう、ジョンジョンに、机が高鳴っていく席。なるほどね。で、ピアノが前に置いて。ピアノ前にやって、なんか木琴とかって。懐かしいな。懐かしいね。俺木琴やっててんな。そうなんや。そう。もう話それてるから。全然違うとこ言ってる。いや、これさ、ポジティブなんかな。いや、ポジティブ、いや、こんなんやもん。こんなもんよ。こんなもんだ。いや、ポジティブちゃんと本物を、あの、ああ、ポジティブやんってみんななったら、その曲、この曲も終わりです。あ、そうなん、はい、もう妥協することが一番ない。ちょっとずれてるぐらいです。あ、そうなんや。はい、続いてはですね、広島県、中学2年生の、ノアさんからいただきました。はい。言われたらやばいキュンゼリフ、トップ3。お、あ、こういうの、こういうの。3位、いつでもそばにいるから。うん。2位、俺の彼女になる。うん。1位、俺以外みんなやろ。え？ねえ。です。せっかくエコーかけてくれたの無駄にすんなよ。俺以外みんなよです。俺以外みんなよ、はい。あ、確かにこれはね、キュンゼリフやからね。まあ確かに言われたらね。言われたら。そう、最近言う人おるかな。女俺以外みんなよなんか。おるかな。俺以外みんなよ良くなくない？なんで？やっぱさ、視野を広く見んと。そこかよ。そこかよ。やっぱいろんな、やっぱ、いろんな人いろんなとこある、今いろんなことあるからさ、やっぱ、うん、パッといろんな、やっぱここにシュッてするのは良くないけどね。まあ、こうなりすぎないっていうか。なりすぎない。やっぱこういろんな視野を見て、いろんなことを経験して、まあいろんな出会いがあってこその人生ですから。うん。はい。人生何周目？すごいね。最後ちょっと S が好きなところがあるので、このあーなるほど S っ気ね。S っ気、あ、S っ気が好きな人もいるんだね。いつでもそう、あー俺以外みんなよがね。確かに S 感沼りそうやね。これじゃ確かにちょっとまあポジティブ。そう、こういうのいいよね。こういうのはキュンキュン系ね。そう、こういうの待ってた。こういうのは俺らもキュンキュンしちゃうから。そう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 、ね、素晴らしかったです。素晴らしいところですけども、はい、はい、ということで今日は以上でございます。はい。それではですね、ここで一曲、11月16日発売、サードシングルのカップリング、なにわ男子で、ハッシュメリークリスマス。お聴きいただいた曲は、なにわ男子で、ハッシュメリークリスマスでした。今日のメンバーは、高橋恭平、道枝駿佑、なにわ男子の、うぶらじ。
なにわ男子のうぶらじをお送りしています。はい、じゃあそれではですね、少しふつおたの方を読みたいなと思います。読んじゃえ読んじゃえ。はい、三重県俺らの心のよりどころりんさんからいただきました。ありがとうございます。私は最近美容院に行ってきたのですが、髪の毛を切ってもらっている時に毎回何をしたらいいのか分からず、ただ座っているだけでそのうち眠くなり、眠気との戦いになってしまいます。皆さんは髪を切ってもらっている時何をしていますか？何やろ、何してる？でもよくさ、京平は美容院行くやんか。行くね。髪切ってもらってる時とか染めてもらってる時、うん、何してる？椅子くるくる回してる。おーおーおー、やばすぎるやろ。自分の座ってる椅子くるくる回しちゃう。大変大変大変。だからそう、あれ大事なの。回る椅子か回らない椅子かって結構大事で、うん、そう、回る椅子やったら遊んじゃう。お前すごいな、美容師さん大変やで。あ、いや、その、待って、やってる時は違うな、ちゃうで。やってる時の話をしてんだ、こっちは。あ、そういうこと、そういうこと。染めたり待ってる間かと思ってた。そう、違う。染めてもらってる時とか、カットしてる時とか。まあ、多分そこも入ってると思うけどね。カットしてる時は、なんやろうね。でも普通に寝る。ああ、寝るね。シンプル。で、いつもなんか、ほんまに首とか横行ったり、左右に動くから、なんか、美容師さんが頭をクッて戻して、切って、うん、また、グッて戻して切っての繰り返し。ああ、なるほどね。でもさ、頭触られるとさ、眠くなるやん。眠なる。あとなんかあの空間って眠くなるやん。ああ、確かに。いっぱいあるやん、なんかそういう空間って。うん。なんか電車の席とかさ、うん、なんかまあ車の椅子とかさ、うん、そういう感覚。なんかなんでやろうな、あれ。眠くなる。めっちゃ眠なんねんな。なんでやろうな、すっげえなんか眠くなってきて。そう。気ぃついたら寝てんねんな。そう。起きたらもう出来上がってました、みたいな。うん。なんか寝ててもいい。あ、なんかそれから、なんか寝るのがちょっともったいないやったら、なんか気になるとこ自分でも髪の毛切っておいたらいいと思う。なんて、バランスおかしなるやろ。ハサミありますかって聞くのもちょっとまあ勇気いると思うけど、そこは勇気聞いて、ハサミ借りて、自分でも切ってみるのもいいかもしれないですね。あかん、全部任してください。任せて。ダメですよ。うのみにしちゃダメですからね。うん、それはまあもう時と場合で、まあ。時と場合で。時と場合も。うん、でもすみません。俺なんやろうな。俺はね、あ、でもね、携帯で漫画読んでるか、とか、ネットニュース見たりとかしてますかね。携帯をいじってます、基本的に。携帯いじろうよね。うん。あとはちょっと美容師さんと話したりとかしてますかね。うんうんうん、はい。はい。じゃあ続いて、もう一ついきますか、ふつおた。お願いします。長崎県19歳、萌えさん。私は保育士になるために短期大学に通って毎日子供のことを学んでいます。ピアノも苦手ですが、保育士になるために頑張っています。今年の12月に、施設実習が10日間あります。なにわ男子の皆さんは子供の頃よく聴いていた童謡の曲とかありますか？どうですか、子供の頃。童謡か。童謡って何？土曜？違う、曜日の話じゃないから。土曜に聴いてた歌。土曜の曲とか。ちょっと待ってな、土曜に聴いてた歌って俺結構待ってな、難しいな。俺曜日で決めてないからさ、この曲聴くって、うん、土曜の曲。違う、先走りすぎや。決めた方がいい、これから。違う。月曜はこの曲聴く、火曜この曲聴くみたいな。もう曜日プレイリストいらん。え？じゃあ何、土曜って。土曜。土曜？童話みたいな。童話の、ね、ジブリ。森の熊さんとか。ああ、ある日か。あとは、清しこの夜とか。違う？あ、違う。近かった。もうなんか嫌やな。なんか信用できひんな。一個正解して一個ミスってやから。森の熊さんぐらいしか俺も知らない。おい、なんかめっちゃ知ってます感で来るなよ。どっちかっていうと、ミッチこっち側やからな。ほんまや。まあ、なんか、森の熊さんでも聞いて。あ、そっち系だから、学校で習った系か。だから音楽の授業で習う系か。そう。これくらいのお弁当箱には違いますよね。あ、子供が歌う系やったら、だいたい同様。じゃあもう、アンパンマン。ポップス、それ。同様じゃないね。同様じゃないんか。J-POP やから、それ。でも、まあ、森の熊さんが一番、まあ、そうね。知るというか。みんな知ってる、ね。みんな知ってる感じじゃないですかね。確かに。だからなんか歌ってあげたらすごい喜んでくれるんじゃないですか、あの子供たちも。確かにね、それをだから童謡を土曜日に歌ったらすごい曲になりそうですね。はい、ぜひやってみてください。やってみます。喜ぶことを祈っております。お願いします。土曜日歌ってね、はい、みんな。はい、ということで続いてはこちらのコーナーです。高橋恭平って本当は賢いんじゃないの。いや待っておいおい、何、土曜に歌ってたやつが本当は賢いんじゃないのとかいうコーナーをやろうとするな。いや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 、見せかけです。盛大な振りやんけ今の。いやいや、何言うてるんですか。そんな物は見た目で判断するのはよくないですよ。目で見えるだけが真実とは限らない。あ、コンフィデンスの JP ね。はいはい。あ、そやふえ、なんかこの前、はい、リスナーさんのインタビューで賢そうランキング恭平1位やったらしいで。ふん、
ふんじゃないよ、ふん。え、うそやろ。賢そうじゃないけどな。賢いんやけどな。うざ、なんか。別に。あ、まあ、まだこれからその賢さを皆さんに、こう、知らしめていけたらいいかなって。賢いんですね。もう、任せてください。まあ、皆さんが、もう俺の次元にやっと追いつくと。やっと来た。そういう、場をいただけて、幸いです、本当に。光栄です、私は。ありがとうございます。この場を借りて僕が賢いよというのをこの企画で証明できたらいいです。まあ、みっちーさん分かりますか？この頭についてきてくださいね。分かりました。はい。え、これはどんな企画なんでしたっけ？そうですね、こちらはですね、なにわ男子の頭脳派を目指す僕、高橋恭平がですね、学力の向上を図る素晴らしい企画でございます。高橋恭平がですね、知らなそうな雑学やクイズ、まあ、いろいろですね、送ってもらって、まあ、こう、挑戦していくという。なるほどね。はい。じゃあちょっと早速いきますか。お願いします。はい。俺らの心の拠り所、みやびさん。消しゴムが発明される前は、鉛筆を消すのに何を使っていたでしょうか？消しゴムが発明、だから消しゴムでも今、字が消せるもんね。そうそう、字が消せるからね。だからそれがなかった。なかった。でも鉛筆書いて消したい。何で消すってことですね。はい。何でしょうか？こんなんあれ、俺、実際俺はありました。学校行って消しゴムが、あ、なくなった。どうやって消せばいいんやろ。手の指の圧。指圧、摩擦。指の摩擦、手の摩擦。だって一番手が消しゴムよ。どうですか？不正解。いや、まだほら、まだいいや、そんな、まだそんな。一発目でそんなに、まあ、もう。え、マジもう好奇心でいろいろ言っていくな。好奇心、やめろ。好奇心でいろいろ言うなよ。え、そんな、気にないやないか。絶対当たるわ、そんなん。あかんわ。なんかこれからって、なんか、ニアピンなんかいっぱい出てきてんのよ。ニアピン自分の中で、あ、ワンチャン当たってたらいいなっていう。ティッシュ。ブー。はい、もう一回問題読みますよ。はい。消しゴムが発明される以前は、鉛筆を消すのに何を使っていたでしょう。何かを使って、その。何かを使ってた。自分の指の摩擦を使ってたわけじゃないです。何か物を使ってたよね。物。本当にね、もう、あれ、もう見たことある。全然見たことあるよ。ある全然ある。みんな知ってる。ヒント言おうか？じゃあ、OK、もらおう。ヒント、食べ物です。いや、これ、俺、お前、起点聞くかもしれん。お？やっぱさ、みかんの皮ってさ、お風呂とかに浮かすやん。いや、そういう代用されるやん、みかんって。実じゃなくて、実だけじゃなくて、皮も使われる。みかんの皮や。ブブー。なんだ、みかんの皮のさ、汁をさ、絞ってさ、それで消えるみたいなんじゃないの？違う。あ、じゃあレモンや。違う。果物じゃないの？だって、タンにつけるやん、レモンって。違う、関係ないやん。じゃあ、究極なヒント一個だけ欲しい。究極のヒント？それはフルーツか、フルーツじゃないか。いや、もう、それで大体絞られへん。それ絞られるけど。あ、わかった！あ、待って！はい！はい、どうぞ。食パン！ああ、どうやろ、これ。まあ、正解。ほらパンです。正解、パン。ほら消しゴムの発明は、鉛筆誕生の200年後、その間に活用されていたのはパンです。硬くなったパンを丸めて、鉛筆で書いていたものを消していたと言われ。ほら、これも。そう。なんか、なんで分かったの？俺ね、分かんないですよ。なんで正解に結びついたか分からんけど、ドラえもんの暗記パン。そこか着眼点すごいわ、それ。やろ？すごいよ。今の、成功っすよね、俺。感じ性がすごいよ。ほら見てみ。あ、じゃあいいんじゃないですか。結構まあ、いい調子というか。はい、今一問正解でございます。一問正解ですからね。ありがとうございます。続いていきますか？お願いします。俺らの心の拠り所、ミッキーさん。はい。高橋くんは、季節の中で秋が一番好きだと聞きましたが、はい。そこで、秋にまつわる文学クイズです。はい。次のことわざの抜けている部分を埋めてください。きっと賢い恭平くんなら全問正解なはずですよね。天高く、丸々小ゆる秋。高く、丸々小ゆる秋。はい。小ゆる秋。天高く、丸々小ゆる秋。丸々。丸々ってことは2文字ですか？小ゆるってなんなんやろな。くるみたいなことかな。くる。小ゆる。天高く、なんか何かでくんねんな。天高く、夢こゆる秋。ブー。かっこよくね？天高く夢やで。天、さあさあ天高く、はい。希望こゆる秋。その系列で行くんや。うん。そのシリーズで行く。天高く、明日こゆる秋。ちょっとエモい系ね。エモい系。じゃない？全然違う。言葉だってエモい系じゃないの？全然違う。意味言おうか？うん。
秋は空気が澄んでいて、空が高く感じ、ほにゃららが食欲を増し、肥えてたくましくなるという意味です。食欲増すってことは？天高く。生き物ですよね。はい、そうですね。増すってことは。天高く。食欲やろ。食欲が増すということは、秋の生き物。天高く、鯉。鯉。え、ほら、鯉のぼりの？鯉のぼりは5月とかじゃない春です。切ってない。天高く、なんか、天高く、にじます。なんでにじますが出てくんねん。逆にすごいわ。天高く、鮭、小ゆら秋。違う違う違う。もう、答え教えてほしい？いや、待って。いや、だってそう。天高くって魚みたいなことじゃないの？なんか登って。究極なヒントは、四足歩行です。で、秋やろ？秋の食べ物ってことやろ？違う、関係ない。それ秋の食べ物じゃないよ。天高く、犬。ブー。猫。ブー。豚。ブー。牛。もう、キリない。天高く、馬。正解！ギリギリやな、今のは。まあ、0.5 ポイントぐらいか。いや、アウトやろ。がっつりアウトや。はい、馬ということですね。あれ？賢いんじゃなかったでしたっけ？まあまあ、でも今で5秒。まあまあ、ミス1、正解1。いやいや、だいぶミスってるわ。ミス2やったらもうわかるけど、まあ、まだ正解先したからな。ギリギリ貯金はある。まあ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 、いいとして。まあまあまあ。もう終わり、もうあと1問か。あと1問ありますから。そう、これで正解すれば勝ち越しですから。まあ確かにそうですね。はい、任せてくださいよ。さあさあさあ。ここで決めるのが。ラスまあ、ここで決めるのがね、高橋恭平ですから。任せてください、ほんと。じゃあちょっと次こそね、一発で決めていただきたいところでもありますけど。はい、どの角度でも。はい、石川県18歳、俺らの心の拠り所、くるみパンさんから。シュークリームのシューとはフランス語でどんな意味でしょう？あ、シューはフランス語ってこと？はい。シューやろ？シューって日本語でなんか集合やん。集合のシューやからいろんな中集まるみたいな。このだからシュークリームにはすごい、いろんな人が集まって作った結晶の塊なんだよっていう。あー、なるほどね。集まるシューのシュー。シュー違います。あ、わかった。これを、シュークリームを食べるときは、静かに食べようね。違う違う違う。ダジャレじゃないね。ダジャレじゃないから。意味ね。はい。はい。フランス語では、シューアーラクレームという名前で呼ばれていて、クリーム入りのホニャララという意味です。焼き上がりの形がふっくらとしたホニャララの形に似ていることから、命名されたと言われているそうです。あ、はい。フランスパン。違う。今の確実に俺来た思ったのに。え、だって生地あれフランスパンに見えるやん。いや、違うで、生地の話じゃない。形で見てみ。何で似てると思う？焼き上がりってことは食べ物やん。はい。はい。皆さん、夜になると出てくるもんですね。月。どこが月に似てんの？そう、だって月もあんな近く似てみ、ちょっとデコボコしてるやん。違うんですよ。焼き上がり。あの、形がってこと？丸の。形が、そう、ふわっとしてて、何かの食べ物に似てると。ちょっと凹凸がある、丸い食べ物になりますよね。リンゴ。違います。まあ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 。オレンジ。ああ、違うな。ドラゴンフルーツ。ああ、違う、もっと違うな。パパイヤ。パパイヤ違います。イチジク。違います。アメリカンチェリー。すごいな、なんかさっきから。なんでそんな出てくんねん、なんかマイナーなところが。ヒント言いますか？はい。野菜です。玉ねぎ。違います。野菜で丸いやつやろ？はい。丸？まあ野菜の基本となるものですかね。これ絶対読んどいてな。あと2時間かかろうが絶対読んどいてな。かかりすぎやろ。え？丸で野菜やんな。うん。考えろ。ニンニク。違います。考えろ。丸で野菜。俺何いつも食べてる？サラダ、キャベツ、レタス、レンコン、ごぼう、もう出ました。トマト。あ、違います。もう出ましたよ。え？あ、キャベツ。ピンポン。あ、なるほど、ね。そう。クリーム入りのキャベツっていう意味なんですよ。あのフランス語ではシュークリームはシューアラクレームと呼ばれてて、焼き上がりの形がふっくらとしたキャベツの形に似ているところから命名されたと。なるほどね。俺キャベツは一枚一枚ちぎった予想想像してたからさ。あ、なるほどね。丸ごとの方じゃなかった、ね。そう、球体で考えてなかった。っね、まあドローンって。なし。ドローってことにしとくか。いやいや負けやろ普通に。次回お楽しみに。
それ俺と同じこと言ってるやん。道枝少年の事件簿でさ、答えられんかったら俺と同じこと言ってるそれ。マジ、うん、まあ次こそはとか言ってるけど。次回持ち越しや。なんかまあまあまあ、別に全部答えられへんかったわけちゃうし。うん、まあまあ。正解はしてるもんね。そう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 。正解はしてるから、まだまあ、温かいリスナーの皆さんやったら、まあ、まだ賢いと思ってくれてる人の方が多いと思う。だからそれを、その期待に応えて、まあ次回期待しておいてくださいっていう感じですかね。なるほど。わかりました。じゃあ次こそね。はい、次こそは、3問大正解してみせます。OK ね、すごい。じゃあ期待してますか。はい。はい。以上、高橋恭平って本当は賢いんじゃないのでした。今日のメンバーは道枝俊介、高橋恭平、なにわ男子のオムラジ。なにわ男子のオムラジ。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう？人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきましょう。はい、それでは読んでいきます。徳島県15歳のラジオネームリサさんからいただきました。私の5年後は20歳です。将来の夢は人に感動してもらえるような演技ができる女優さんになることです。私は小さい頃からミュージカルスクールに通っています。みんなのお芝居や歌、ダンスの熱量に圧倒され、自分なんてと思っているうちに仲間にどんどんスキルを追い越されていきました。一度離れてみようと思いましたが、自分の演技や歌、ダンスをお客さんに見てもらうことの嬉しさや、舞台に立つことの楽しさ、舞台から見る景色、照明を当てていただいている時の爽快感を思い出しました。舞台に立つことは好きだな、私も私のことを見て演技してみたいなと思ってもらえるような人になりたいです。5年後の私はそのような人になっていますか？うまくいっていなくても自分を責めず、自分のことが好きで前を向いて歩いてくださいとのことです。うん。そう、確かに、まあ確かにこう、ミュージカルスクールとか行ってるといろんなやっぱ子たちもいますし、うん、まあその中でまあこう、成長は自分、うん、まあ個人ですから、その、誰かこう、すごい成長していようと、まあ自分は自分のペースというか、うん、まあ、そこでこう、焦らずというか、うん、本当に一つ一つコツコツと積み重ねていくことが大事やから、だからまあ、今、15歳ということで、ほんまにこれからですからね。そうですね。まだ諦めず。諦めずに。本当にもう、頑張って悔いのないように、うん、このミュージカル、この芝居、女優さんになるっていう夢叶えてほしいですけどね。そうですね。一歩一歩こう、着実に、大事に、歩んでほしいなと思います。お願いします。はい、ということで今夜もたくさんのお便りありがとうございました。お聞きいただいたのはキスマイフット2さんで負けないででした。はい、エンディングでございます。はい、ですね、番組ではあなたからのメールを募集中です。すべてのコーナー宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルは小文字で NANIWA です。はい、お願いします。お願いします。ここで僕たちからお知らせでございます。なにわ男子の最新シングルハッピーサプライズをよろしくお願いいたします。お願いします。はい、この曲はですね、先日発表させていただいた、はい、なにわ男子でね、サンスターさんの方で、はい、オーラ2という商品の CM をやらせていただくことになりまして、はい、その CM ソングにもハッピーサプライズが、はい、なっていますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。その他ですね、僕らの最新情報はオフィシャルホームページでチェックしてみてください。どうでしたか？楽しくて楽しかったですね。ほんまか？いや、めちゃめちゃ楽しかったです。いや、もうそうなんよ、楽しいって同じ言葉が3回並べる感想とか、うん、やっぱすごい、それぐらい楽しかったです。なるほど、それなら良かったです。いや、本当に楽しかったですね。楽しかったです。
なんかまたこの組み合わせでやってみたいですしね。なんかプライベートとかでもなんかできたの。なんでやねん、なんでやねん。プライベートか、はい、プライベート割と一緒におるやん。でもプライベートでも、あ、隣におるけども電話つなげながらなんかラジオするみたいな。すごいなそれ、リモートリモートラジオとかもリモートラジオ機会があればね。はい、お願いします。はい、ということでですね、なにわ男子のブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は道枝俊介と高橋恭平でした。バイバーイ。バイバーイ。